じゃあ今度こっからはハーフウェイとタッチアップの切り替えを教える。ええか。そしたらどうしようかな、ライトとセンターに2人ずつぐらい行っていただいていいかな先生。伸ばしちゃって、じゃあ今からランナー2塁のフライが上がった時のタッチアップとハーフウェイの、まあ、使い分けっていうか考え方を言う。みんななんか教わってることある？自分で教わってなくても自分で。タッチアップはわかる？はい、はい、タッチアップはちょっとやって、帽子取ってる君、はい、帽子はかぶっていいって言ったのに。こっちおいで。はい、じゃあランナー2塁から、はい、ワンクロスツーステップで先生打つ格好だけしてください。俺投げる格好ここでするから形上で、タッチアップしてサード行くのやって、ライトフライだと思って、はい、打たなくていいってね先生。行きます。はいはい、打った、ライトフライ、パン、お、それでタッチアップ。はい、 OK。 じゃあもう今度ハーフウェイ行くよ。パーン、押した、よし、分かった、これがハーフウェイだな。まあハーフウェイってもう少し取ってもいいんだけど、場所によって。はい、ナブシ、どうやって使い分けてるかっていうこと。俺が目があったあなた、はい、私がよく知ってるあなた、はい、ハーフウェイとタッチアップはどうやって使い分ける、打球によって。落ちそうな時はハーフウェイで、でもう取るだろうなっていう時はタッチアップ。うん、それでいいです。だけど例外が何事もあって、例えばじゃあレフト、今言えないけどレフトフライ行った時ってどうする？タッチアップする？タッチアップ対象入る？すいません。っていう例外あるよね。自分がこれから行きたい塁の近くに飛んだ場合っていうのはタッチアップは難しい。なのでライトの方に行けば行くほど確率的にはタッチアップの率が増えると思うんだけど、ちょっとそういう細かいのはとりあえず抜いといて、打球によって使い分けるってことをやろうと思う。せっかくだからじゃあまた同じようにちょっと列ついてやってみようか。みんながどう考えてるか俺知りたいから、はい、俺の後ろついてでね、前の人のを見てやっちゃダメ、目つぶってやるぐらいで、うん、あの賢い人も後ろ行った方がいい、下手な人も前来た方がいい、自信がない人も前来た方がいい。そうすると誰も前の人の真似しないから。いや俺は嘘つくかもしれないんで俺の真似するなよ。俺は嘘つくかもしれないんだな。じゃあ先生お願いします。あ、はい、先生お願いします。いくよ、はい、ワンクロス、ツーステップ、はいよ、正解。何が分かんなかった？間に飛んだと思ったもんだ、ハーフウェイな。あのね、間に飛んだと思った、いいのよ。これね、大事なことは間違った、悪い、正解、いいじゃないの。ゲームにおいてはそうなんだけど、練習っていうのは分かんないからやるんだから、みんな分かってたらこれやらなくていいの。で、何が分かんないか教えてくれればそれを教えられるから、この子たちはできるんだ。ナブシ、あのね、打球であんまり見ない方がいいです。野手が追う野手の足の動きがピタッと止まったら取るなとか、フラ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 してたらハーフウェイだよ。ちょっとそれでやってみよう。はい、もう一回。こういう方法を自分で見つけることも大事だよな。はい、タフに。はい。おー。コレン先生、どうやって教えてる？ホームランの塁はもうハーフウェイって決めつけてます。うん。俺は、あの辺はハーフウェイを取るタイプなのね。まあ、高校野球とかレベルが上がれば上がるほど、ハーフウェイ。ランナー二塁は、迷ったらハーフウェイ。もっと言うとランナー二塁っていうのはね、いいかメモしろよ心に。ランナー二塁っていうのは基本的には打球上がったらハーフウェイから取ればいいので、ハーフウェイだと思ったけど、あ、ライト取りそうだな、足止まったらそれバーッと戻ってってタッチアップ。ランナー二塁はハーフウェイからタッチアップ。ランナー三塁は後で言うけど、基本タッチアップ。タッチアップからハーフウェイ。逆。いや、何が違うか分かる人、これ分かる。なかなか大したもんだけど。何が違うか分かる？なんで逆なのか。
んだし、はい、うん、野球の得点はホームベース行かなかったらよく満塁で1本出なくて惜しかった、毎回ランナー3塁行ってたんですよって言う人いるけど、最初からホームにならなかったら全部チャラでなくなるっていうのは分かってんだから、あったら押し込むなんともない、俺はトロ臭いと思う、その野球は。だから常に2塁だったらホームへ行きたいという気持ちで走塁をしないかん、サードまで行ったらあと一つ取ればいいっていうのはもう戻ることはないから、野球ってのはあと一つじゃん。あと一つってことはみんな考えてみてくれ、ランナー三塁にいる気持ちになってみてくれ。ちょっとが移動しようか、いいか、ランナー三塁、いいか、パンパン上がったと思ったらまずタッチアップ、そっから浅かったらハーフへっていう風な順番で、なんでかっつうとランナー三塁、レフトライナーとか中学野球は高校野球以上に弾道低いと思うんだ。力もないし、軟式ボールってそんな上がんないから。だから、一番困るのは、ランナー三塁で、タッチアップ取れないで、レフトライナー、あ、いけなかった、タッチアップしといたよっていうのないから。これを防ぎたいの。じゃあ、逆に、今のレフトライナー、同じ球イメージしよう。パーンと打ったら、レフトライナーだ、ネストポロってやった。そしたら、タッチアップで帰ってこれる距離だったら、ポロってやって拾って投げること考えたら、そっからでも十分戻ってこれると思いませんか？だからランナー三塁は、まずバックなの。残りワンベースだから、外野まで飛んで、タッチアップで取ってギリギリなんだから、もう落とした段階で絶対帰ってこれるから、まずタッチアップ入っといて、そこから考えればいい。とにかくランナー三塁の、ライナーフライはまずバック。だってサードライナーだってあるんだから、基本的には。じゃあ、タッチアップから、ハーフウェイに切り替える打球っていうのはどういう打球でしょう？いいよ、言ってごらん。弾道が低い。うん。弾道低い。じゃあ、もう一回。間に、内野と外野の間に。どっちか言うと、あなたの方が正解です。だから、カーンとバックしたけど、うわタッチアップするほどの距離ない。ショート追っかけてるレフトの間はどうかなっていう時は、タッチアップで取られたらもう来れないから、そこは割り切ってハーフウェイに入って倒した、さっと、これがタッチアップからのハーフウェイ、分かった、はい、はい、じゃあ戻ろう、向こう、これを言いたかった。ナブシ、昔キガ高校っていう高校がやったんだよ。テンパると人間こうなんだと思ったんだ。ワンアウトランナー三塁、センターフライ、深さ十分、こう入っちゃった、慌てて。